越谷市は埼玉県の南東部に位置する市。中核市、業務各都市、保健所政令市に指定されている。人口は約34万人。人口は埼玉市、川口市、川越市に次いで県内第4位。旧南埼玉郡越谷駅周辺の景観江戸時代に日光街道の宿場町の一つである越谷宿として栄えた町であり。 埼玉県の南東部に位置する。慶長17年以前までは、元荒川の右岸川が武蔵国埼玉郡、左岸川が下佐国葛鹿郡であり、元荒川にまたがる形で宿場町が整備された。右岸川の越谷町と、左岸川の大蔵町にまたがる形で宿場町があった。ものの、両町の天間機構は一体化されており、交通上は両町を合わせて越谷塾とされていた。 大宮大地と下宇佐大地に挟まれた中川流域の中石平野にあり、地域の大半は平地である。元荒川、中川、綾瀬川、琴音川、新片川、逆さ川など多くの河川が市内に流れていることから水峡越谷と呼ばれる。江戸から北に約2 5トルにあり、東北や上信越方面との中継地点でもあった。 越谷は交通の要衝として周運が発達し、江戸時代末期までは多数の貸子場が整備されていた。1899年に東武鉄道の伊勢崎線が開業し、日光街道の西側に並行する形で地域を南北に縦断している。1954年に二町八村が合併して越谷町となり、1958年に市政施行されて越谷市となった。 1962年に伊勢崎線が日比谷線と直通運転を開始した後は東京のベッドタウンとして急激に都市化が進んだ。中心市街地から離れたカスカ市との市境周辺もニュータウンが開発され、1967年に千元台駅が開業した。1973年に武蔵野線が開業したことにより、浦和方面へのアクセスが飛躍的に向上した。 両路線の乗り換え駅は新越谷駅と南越谷駅であり、駅名が異なるが徒歩連絡が可能である。都市化によって水田の湧水機能が低下したことにより、バブル時代には治水対策が急務となった。そのため、1996年から越谷レイクタウンが市の南東部に整備され、2008年に越谷レイクタウン駅が開業した。 越谷レイクタウンの地区内には広大かつ平坦な土地を生かして日本最大級のショッピングセンターであるイオンレイクタウンが開業した。イオンレイクタウンは年間約5000万人を集客しており、この数字は東京ディズニーリゾートの年間入園者数を約2000万人程度上回る。中心市街地は越谷駅東口周辺であるが、イオンレイクタウンの開業以降は、 商業面での影響が大きく、伊藤洋華道腰ヶ谷店が2009年に閉店した。2012年に駅前再開発事業が行われて、腰ヶ谷厚いシティが開業した後は、商店街の空洞下にある程度の歯止めがかかり、越谷駅の乗降人員も増加傾向にある。越谷駅東口周辺は、市役所や埼玉県の地域機関が集積しており、銀行の支店が 数多く出展している。越谷の白子場とは1956年に国の天然記念物に指定されているが、これは戦中の食糧難による乱獲により、一時的に生息地が埼玉カモ場周辺のみになったことによる。白子場とは1965年に県の鳥に、1988年に市の鳥に定められた。2000年頃までは、 個体数が増加して、生息地も拡大してきたが、都市化の影響で餌場となる養鶏場が減少し、鳥インフルエンザの影響で養鶏場の鶏場、本市の地形はほぼ全域にわたって、低平地で平均海抜は5メートルほどであり、市街地と郊外部の水田から構成される。水はけが悪く、古くから大雨によりたびたび水害を受けてきた地域である。高度成長期以前は、 水田が多かった本市であるが、高度経済成長以降に都市化が進行し、水田面積が減少したことにより、湧水、保水能力が低下したため、1980年代には、田ウジの浸水被害が頻発していた。このため抜本的な治水対策が求められるようになり、1991年に大吉調節地が、2014年に大相模調節地が整備された。 いずれも調整地であり、通常同期は地域住民のレクリエーションや憩いの場として活用されている。本市を流れる一級河川はすべて、利根川水系である。東端に中川と大内古利根川、南端に綾瀬川と小綾瀬川が流れており、中央に新潟川と元荒川の一級河川をはじめとする多数の河川が流れている。大内、古利根川、新宝川、 元荒川は、東市で中川と合流する。埼玉県内で、気象庁が気温を観測している地点の中では、熊谷市に次いで温暖である。過去に摂氏40度以上の最高気温を2回、観測している。また、1月の平均最低気温摂氏0.5度は、熊谷市や所沢市を超えて、埼玉県内で最も高く、冬も気温が下がりにくい。ただし、 越谷市のアメダスが、越谷市役所近くの市街地から、郊外の県民健康福祉村に移転してからは、夏の記録的な高温は減少し、冬も熊谷市や所沢市より気温が低くなることが多くなっている。2018年1月26日には最低気温、摂取7.5度を観測し、越谷市の観測史上最低気温を更新した。縄文時代中期、 縄文改新の頃は、海となっていたが、縄文時代末期から、弥生時代にかけて、地域の陸地化が始まった。三鷹体積の存在からもわかるように、越谷の地域では遅くとも古墳時代後期には、人が定住を始めていた。歌川広重の武蔵越火屋材、富士36系より、越谷市の地域の内元荒川の右岸の地域は、古来より、 武蔵国に埼玉郡に属し、平安時代の1040年から1045年や与党の一族腰ヶ谷太郎や小佐上次郎が定住の与党の氏神久し、伊豆神社が建てられたと伝えられる。元荒川の左岸の地域は、戦国期までは、下宇佐国勝鹿郡下神戸荘の内新方省に属する地域で、一帯は南北朝期までは、藤原秀里の子孫である、 下谷国小山市の一門、下神戸市によって開発された八丈飲料の寄神継承園であった。慶長17年以前には、現、元荒川の左岸の地域は、すでに下宇佐国勝千郡軍から武蔵区に先西軍に編入されていた。江戸時代には、日光街道の宿場、越谷塾として栄えた。1625年に、三宮、大道、大竹、 温寒が岩月藩領になり、1662年以降、三鷹、南百、千匹、四条、無塚、柿の木が、東方忍ぶ藩領になる。後の地域は、いわゆる天領であり、関東軍隊の支配地域であった。腰ヶ谷は、腰の谷の井で、腰は、山地や丘陵地のふもと付近の井、国は、低地の井であると思われる。つまり、 大宮大地のふもとにある定地を指す地名であると推測される。越谷の地名は、1954年、合併により越谷町が成立した際に、合併前の越谷町と区別するために、手を取って越谷町としたことに由来する。従って、旧越谷町にあたる越谷市の中央部の地名は、現在、越谷市越谷であり、それ以外の越谷が付く地名は、 越谷町成立以降にできた地名なので、南越谷、北越谷、東越谷などのように毛が入らない。同様の理由で、越谷高等学校には毛が入り、越ヶ谷北高等学校、越谷南高等学校などには毛が入らない。国民健康保険発祥の地の比球越谷町が1935年に、 発足させた一般住民を対象とした日本初の健康保険制度、腰谷淳商会は1938年の国民健康保険法施行よりも3年早く発足している。このため、腰谷市は腰谷淳商会を国民健康保険の発祥をと称しており、国民健康保険法施行10周年を記念して1948年には 腰谷淳商会を検証する、総付協祭の日が、現在の市役所敷地内に建てられている。町の財政立て直しと滞納税を一掃するために、有志が無人口を設立した。そして病気が貧困の大きな原因となっていることから、その無人口の利益で設立された。当時、勤労者を対象とした健康保険制度はあったが、農業業、 自営業者を対象とした健康保険制度はまだなかった。2001年に埼玉県東南部都市連絡調整会議が発足し、越谷市、草加市、八潮市、三里市、吉川市、松伏市町の越市市町での市町村合併、政令指定都市への移行が検討されている。2010年には政令指定都市実現に向けた報告書がまとめられた。越谷調整率前、 腰ヶ谷宿及び周辺主要街道、腰ヶ谷町、大蔵町、及び腰ヶ谷宿も参照腰ヶ谷町への合併。市政施行後腰ヶ谷市では一部の区域で住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されている。腰ヶ谷市役所管内桜井地区新方、築造林地区大袋地区、小木島地区では地区加尾地区泉流地区大相模地区。 大沢地区北越谷地区越谷地区南越谷地区中央市民会館と市役所一部事務組合地方公営企業協議会ご当地ナンバーである越谷ナンバーが交付される詳細は越谷市議会を参照地域保健越谷市立病院主な病院小学校中学校高等学校専門学校短期大学大学特別支援学校東部機動センター 東武伊勢崎線が地域の中央を南北に縦断し、武蔵野線が地域の南部を東西に横断する。JTB パブリッシングや交通新聞社の時刻表における市の代表駅は市役所の最寄り駅である越谷駅となっている。二つの路線が交わる新越谷駅と南越谷駅は鉄道交通の要衝で特に上行人員が多く、 両駅を合算した1日平均上行人員は約30万人である。イオンレイクタウンの最寄り駅である越谷レイクタウン駅は定期外利用率が高く上行人員全体の約5割を占める。東武伊勢崎線の北越谷駅以北は地上区間であるが、それ以外は全て高架区間である。2013年に大袋駅の京城駅舎が共用されたことにより、 市内すべての駅でバリアフリー化が完了した。各駅に駅前広場が整備されており、加茂駅を除く全駅に路線バスが乗り入れる。かつて市内の路線バスは東部バスが一手に引き受けていたが、事業縮小に伴い2000年10月から、朝日自動車が2001年10月から、茨城急行自動車が移管した。2004年からジャパンタローズの路線が2008年から、 グローバル交通の路線が新規開業した。一方で、1990年9月から運行されているシニア急行バスは、東部バスセントラルへの分社後も残存しており、いずれの路線も新越谷駅東口から乗車が可能である。高速バスはかつて、東北急行バスのスイート号、レインボー号が新越谷駅前に停車していた。タクシーの営業区域は、県南東部交通圏で、 カスカベ市、草加市、久喜市、ヤシオ市などと同じエリアとなっている。高速道路一般国道県道構想がある、主な道路越谷市の年間観光を引っ込め客数は、約5706万人であり、これは、埼玉市や川越市を抑え、埼玉県の市町村で最も多い値となっている。しかしながら、そのほとんどは、イオンリエクタウンとその周辺施設で占められており、 その他の観光資源の求心力が低いという結果になっている。人口30万人を超える中核市でありながら特徴的な観光資源が少なくブランドイメージの確立が課題となっている。参考として北に隣接するカスカベ市はクレヨンしんちゃんの舞台として南に隣接する草加市は名産品として草加せんべいが知られている。 国内最大規模の4レイクタウン新越谷バリエ、越谷アルファーズのホームアリーナである越谷市立総合体育館。ありがとうございます。